国宝薬師如来、奈良薬師寺金堂に祀られる本尊です。奈良市の西部、かつての都平城京の西に薬師寺はあります。東西に建てられた2つの塔が印象的な薬師寺は、天武天皇が皇后の病気回復を願って天武9年西暦680年建立を命じたのが始まりです。10年がかりで藤原京の地に薬師寺の大伽藍が完成。その後平城京遷都の折、今の地に移されました。薬師寺は火事や台風などの災害に遭い、多くのお堂を焼失。天平時代の面影を忍ばせるのはこの東の塔、東塔だけです。西の塔、西塔や回廊、金堂の再建と、薬師寺は天平時代の大伽藍を少しずつ復興させてきました。毎月8日は薬師如来の縁日です。金堂では大般若経天読法要が営まれます。12人の僧侶が600巻の大般若経を天読する厳かな法要です。金堂に祀られる薬師如来、この薬師如来は病に苦しむ人々を救い、現世だけでなく末世まで福徳を与えてくれる仏です。奈良時代に作られました。スケールの大きさと金星の取れた美しさは抜きん出ており、古来より名作として称えられています。奈良時代、病気になるとなすすべもなく亡くなっていく人が多かった時代、病から救ってくれる薬師如来は実にありがたい存在でした。薬師如来は銅で作られています。作られた当初は黄金に輝いていましたが、今ではほとんど金が剥がれています。しかし表面が黒光りした姿は歴史の重みを感じさせます。薬師如来には脇侍として日光菩薩と月光菩薩が控えることが多く、三体で薬師三尊として祀られます。左脇侍、日光菩薩、右脇侍、月光菩薩です。それぞれ薬師如来の方に頭を傾け、
腰をひねり、薬師如来に対して左右対称なポーズをとっています。日の光と月の光で昼夜を問わず薬師如来を照らし、病に苦しむ人々を救うのです。薬師寺の薬師如来は、薬師如来の功徳を象徴する薬の壺、薬壺を持っていません。奈良時代の初期に作られた薬師如来は薬壺を持たず、このように左手は人々の願いを聞き入れる手の形、如願印を結ぶこともあります。薬師如来の手には指と指の間に水かきのような万毛草があります。これは水も漏らさぬよう人々を救うためのものです。手のひらには車輪のような模様の潜伏輪草が彫られています。和の外周の矢尻で煩悩を蹴散らし、仏教に帰依させる意味を持っています。日本の古い仏像で手のひらにはっきりとこのような模様が彫られているものは他にはありません。薬師如来の足の裏にも細密な模様が彫られています。潜伏輪草をはじめ7つの法力を表す模様、随所七層が彫られています。薬師如来の背後の板状の装飾、光背は、釈迦が悟りを開いた時に全身から金色に輝く光を発したことを表現したものです。薬師如来の台座は箱型をした台座、千字座です。台座の上の方にはブドウの模様が見えます。釣り鐘状の枠の中にインドの異教の神ヤシャ人と考えられる像が彫られています。その下には中国古代の方角を示す詩人、清流、朱雀、白虎、玄武が描かれています。台座に見られるペルシャ、インド、中国などの西方の国の模様は、シルクロードが奈良までつながっていたことの証かもしれません。毎年3月30日から4月5日までの7日間、薬師寺では花会式が行われます。金堂の薬師三尊の前が梅や椿など華やかな造花で飾られます。花会式は正確には修二会と呼ばれ、薬師如来に懺悔し国の安泰を祈る薬師祈禍の法要です。平安末期の嘉祥2年西暦1107年に堀川天皇が皇后の病気平癒のため7日間の法要を営んだところ、薬師如来の霊験がたちまち現れ、皇后の病が治ったことに由来します。皇后は薬師如来の仏恩に感謝し、10種類の造花を作り献上したと伝えられます。
天平の世から人々の病を救い続け、末世まで福徳をもたらしてくれる薬師如来。今なお人々から熱い信仰を集めています。国宝聖観音、奈良薬師寺東院堂に祀られています。薬師寺の東塔と回廊を挟んでひっそりと佇む東院堂。東院堂は平城京に遷都した元明天皇の一周忌に冥福を祈って建立されたという記録が残ります。その後いつの頃か消失、今の東院堂は鎌倉時代に再建されました。おごそかな堂内、四天王に守られて、その中心に聖観音が祀られています。観音は人々が南無観世音菩薩と唱えるだけで苦しみを見抜き、救い、楽を与えてくれる仏です。観音、正しくは観世音菩薩。観音様として私たちに最も親しまれている仏です。薄い布をまとって直立する姿は、苦しむ人々を救うために29歳で出家した若き釈迦の姿そのものです。現世では人々を救ってくれる観音が6種類あります。如意輪観音、純泥観音、十一面観音、馬頭観音、千手観音、そして聖観音。これらの観音は現世だけでなく死後の世界まで人々を救いに来てくれます。一方、私たち人間の死後の世界は生前の行いによって行き先が決まる6つの道、6道があります。天上道、人間道、修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道です。6種の観音はそれぞれに行き先が決められていて、その六道に人々を救いに行くのです。聖観音は最も罪の重い者がいる地獄道に行き、そこで人々を救うのです。多くの観音菩薩は頭上に化仏をいただいていたり、手にさまざまなもの、持仏を持ち、その力によって人々を救います。しかし聖観音は何も持たず、両の手だけで苦しむ人々を救済してくれるのです。聖観音の頭部には髪の毛を結った元取りがあります。これは宝髻と呼ばれ、菩薩と大日如来を表す髪型です。
作られた当初は頭上に冠をいただき、その正面に阿弥陀如来があったとされますが、現在は残念ながら失われています。眉間には如来や菩薩の特徴である白毫があります。ここから世の中を照らす光が放たれるとされています。聖観音の白毫には水晶がはめられています。聖観音は何も持たず、まさに捨て身で自ら地獄道に飛び込み人々を救います。それこそが聖観音の役目なのです。慈しみの心を持ち人々を救う聖観音。自分の持つ偉大な力を体の内に秘め、どこまでも人々を救いに行きます。平城京のほぼ中心にある法華寺。この法華寺に特別に公開される日以外は目の前で拝むことができない秘仏が祀られています。像の高さわずか1メートルの11面観音。聖武天皇の妃光明皇后を写し取ったとされる美しい仏像です。奈良法華寺の本尊十一面観音、頭の上にいただく化仏とともに人々を救う仏です。奈良時代、平城京の宮殿の東側に法華寺、正しくは法華滅罪の寺が建立されました。厚く仏教を信仰した聖武天皇は平城京の東に東大寺を建立して総国分寺とし、諸国に国分寺を置きました。また同じ国家事業として各地に尼寺も建立。その中心となったのが総国分二寺の法華寺なのです。法華寺は戦火や大地震などでお堂が焼け、天平記の華やかさは失われましたが、今もなお清らかで美しい門跡寺院として祈りの火は絶えることなく今日に受け継がれています。毎年4月1日から7日間、古式にのっとり華厳会が行われます。高さ30センチほどの善財童子を本尊の前に祀るため、華厳会は比内会式の名前で親しまれています。
この雛会式は天平の昔から伝えられてきた大切な行事の一つです。全財道寺に囲まれ本尊が祀られています。法華寺十一面観音、厨子に安置された秘仏です。茅の木で彫られた一木造りの仏像です。頭の上には十一の仏の顔が並んでいます。これは観世音菩薩のさまざまな能力を十一の顔で表現している化仏。十一面観音の命令のもと分身となって飛び出し人々を救うとされています。怒りをあらわにする顔、優しさに満ちた顔、じっと見つめる顔、それぞれに人々の心の中を見届けようとしているようです。十一面観音は如来になることを目指して修行する菩薩で、如来の救いから漏れた人々を救う役目です。法華寺の十一面観音は苦しむ人々を今すぐ救おうとしている動きを表しています。もうじっとしてはいられないと人々を救うために一歩踏み出し、蓮華座を踏み割った右足、親指が反り上がっています。右手は人々を救おうと手を差し伸べているうちにどんどん伸びて、ついには膝まで届いています。左手にはどんな願いも叶える功徳の水が入っているという瓶、水瓶と、今まさに花開こうとしている蓮の花を持っています。水瓶と蓮の花は観音菩薩を表す持ち物、事物です。目鼻立ちのはっきりした力強い表情、ふっくらとした面持ち、躍動感のある造形はどこか人間らしく親しみを感じます。仏の背後の光背は40本を超える蓮の花のつぼみと蓮の葉で構成されています。仏教において蓮は汚れのない清らかさを象徴する特別な花であることから、仏の事物や
交配の模様に用いられます。立体的な蓮の若葉とつぼみの造形が十一面観音を引き立てています。この十一面観音は天平時代、病人や孤児の保護を積極的に行った光明皇后の数々の足跡がうかがえる仏像です。正気と慈悲の気持ちがあふれる法華寺十一面観音。千年の時を超え、今もなお人々の祈りを集める十一面観音。像の高さ1メートルという小さな仏像が大きな存在に見えるのは、病の人々を救うことに情熱を注いだ光明皇后の心が今も生きているからなのです。奈良東大寺、その大仏殿の西に階段堂があります。僧侶が守るべき規律と心得、戒律を授けるためのお堂です。厳粛な儀式を行う場は天部四天王が守っています。四人の天、仏戒を守る守護神です。奈良東大寺階段堂を守る国宝四天王。いつ攻めてくるとも知れない仏の敵を見つけるために鋭い目を光らせています。奈良若草山のふもと、広大な境内を持つ東大寺。国宝南大門には鎌倉時代の大仏師運慶らが手掛けた2体の金剛力士像が祀られています。東大寺は平城京の東に立つ大きな寺ということで、東の大寺東大寺となりました。南大門の奥には世界最大級の木造建築物大仏殿がそびえます。大仏さんと親しく呼ばれる毘沙那仏が1200年以上もの間訪れる人を温かく迎えてくれます。大仏殿の西側に四天王を祀る階段堂があります。
開壇堂は正式な僧侶としての資格を授ける儀式を行うお堂です。天平正宝6年西暦754年中国唐の国から苦難の末渡ってきた高僧鑑真が聖武上皇や光明皇太后に僧侶としての戒律正式な資格を授けました。翌年日本で初めての正式な受戒の場として開壇堂が建立されたのです。その戒律を授ける儀式を行う壇を守って立つのが天部四天王です。壇の四隅に立ち四方の警護を固めています。東を守る時刻天、南を守る増長天、西を守る項目天、北を守る多聞天です。これらの四天王は粘土で作られた塑像で奈良時代の作と伝えられています。像の高さは160センチから170センチ、それぞれに守る方角や役割が決まっています。四天王はインドに仏教が起こる前からいた神で、須弥山山頂に住む梵天と帝釈天の命令を受けて働く存在です。仏教に取り入れられて四方を警備する神となりました。時刻天は仏界の東方を守る天です。その字のごとく不動不変の国づくり国家安泰の任をも負っています。大きく見開かれた目、悪魔を追い払おうとする強靭な意志があふれています。身は鎧で固め兜をつける時刻天、手には剣を握りしめ敵に備えます。背中の輪は光背で炎を形取った火炎光、怒りを表す光背です。四天王の足元にはすべて邪気がいます。邪気はたたりを起こす神の総称です。邪気が四天王の台座となっているのです。
増長天は南からの敵に備えます。尽きることのない宝を生み出す法力を兼ね備えています。カッと開かれた口元からはうなり声が今にも聞こえてくるかのようです。槍を手に取り、憤怒の形相で立ちはだかる増長天。鎧の上腕部には死神という獅子の顔が表されています。見るからに恐ろしい顔つきで、大きな口は今にも噛みつきそうな勢いが感じられます。台座の邪気は趣味線中腹に住む夜叉神です。踏みつけられて苦しそうに見えますが、四天王の命令を待っている状態で生きり立ち飛び出そうとするのを諌められているのです。一転して静かなる仏が控えます。仏界の裁縫を守る広目天です。潜めた眉の下で光る瞳、心の奥底まで見透かし、悪を一瞬にして射抜くような鋭さです。広目天は釈迦の説法を書き留める役割があるため、右手には筆、左手には巻物を持っています。広く世間を見、正しい知恵を得、さらには限りない寿命を与えるという広目天。崇高な精神性を感じさせます。
天皇が守る東大寺階段堂。長い歴史の間に最澄や空海をはじめ多くの偉大な僧侶が戒律を授かりました。ここで戒律を授かった僧たちは仏教の教えを広く日本中に説き、心豊かな信仰の世界を世に広げていったのです。